DJ ストアライト。アロハ、こんにちは。DJ ソラーズメロージャム TV、100日後に痩せるソアラ。はい、企画やってます。今日なんですけど、2日目から6日目までのやつを撮ったのがダイジェスト版になってるので、見てください。で、最後の方に、毎日僕が食べてる朝食ですね、の紹介があるので、その配合ですね、シリアル、オートミール使った配合をやってるので、それ後半の載せてるので、6日目の日に撮ったので、その時系列順に並べてありますので、最後まで見てくれたら嬉しいです。それでは行ってみましょう。ホロイムは。DJ ストアライト。はい、1月27日、2日目ですね。2日目なんですが、はい。まだお腹は出てます。2日目。体重測ったらですね、今日ご飯結構がっつりお昼も食べたんで、夜も食べてから体重乗ったら、54キロぐらいでしたね。54キロぐらい。なので、初日、はい、本日1月27日2日目です。ダイエット企画2日目、100日後に痩せるソアラ2日目なんですが、企画お腹はこんな感じです。全く変化なしって感じですね。はい、で今日体重上がったんですけど、お昼も朝もお昼も食べて、夜もしっかり食べました。夜ちょっと食べ過ぎちゃいましたね。はい、野菜中心で食べてるんですけど、炭水化物は抜いてます。夜はお昼はそば、朝はオートミール、そんな感じなんですけど、お風呂入って測ったら体重が64キロでした。で昨日前日ですね、初日で測った時は62キロ。あの時ってお昼も本当ソーセージとゆで卵だけだったんですよ。朝はリンゴだけみたいな感じだったので、で夜食べてなかったんですよ昨日。で水分は動画を撮ってから、まあ、ペットボトル2本分飲んだりしたので、まあ、それと今日結構食べたんでプラス2キロぐらいなってますね。やっぱ結構水分量が抜けただけだったっぽいんで、このお腹の変化って感じだと、まだまだこれからですね、2日目頑張っていきたいと思います。はい、デイ3ですね。100日企画、今日1月28日3日目なんですが、まあ、こんな感じ。体のボディラインは変わらずという感じですかね。相変わらずのわがままボディをキープしてます。はい、で今日の体重測ったんですけど、今日の体重が63キロぴったりぐらい、僕の体重計で、まあ、これが正確な数字かどうか分かんないんですけど、3日目で63キロ。まあ今日ちょっとご飯食べたんですよ。まあ朝ご飯はちょっと食べなかったんですけど、お昼ご飯はお味噌汁作って、野菜たっぷりのお味噌汁、それですね、食べました。はい、で夜ご飯なんですけど、フルーツ、リンゴ丸々1個とスーパーで買ったカットフルーツですね。カットフルーツを1パック、まあ、少ないですね。キレで言うとパイナップルが4切れ、まあ、ちょっと分かりにくいですけどね、イメージしてもらえば、缶詰に入ってるパイナップルの太さのやつのカットこう4つに切ったみたいなぐらいの輪切りのやつを、厚さはちょっともうちょっと太いかなみたいな。に、ピンクグレープフルーツが1切れ。で、あとオレンジが1切れ。と、あとブルーベリーが1粒。と、キウイが1切れ。と、あと、いちご。1個半分に切ったやつ。半分ぐらいですね。が入ったやつ。ちっちゃいパックですね。を食べました。で、一応、タンパク質の補充として、ヨーグルトのオイコス。完全何もシロップ入ってないやつ、普通のプレーンのやつですね。それにオートミールスプーン1杯分入れて食べました。あとチョコレート効果 95% 1粒食べて、一応ちょっと、まあ、タンパク質補充であれ食べましたね。魚肉ソーセージ1本食べましたね。あとサプリメント、夜多分飲みます。まあ、毎日サプリ飲んでるんですけど、食後にサプリも飲んで、最後はヤクルト飲んでおしまいです。それが晩ご飯でしたね。それ食べてからお風呂60分ぐらい入って3日目、まあ、体重が63キロぴったりぐらいでしたね。この調子でちょっとやっていきたいと思います。100日近く、残り97ですね。頑張っていきたいと思います。
はい、100日後に痩せるソアラ、今日4日目ですね、デイ4。今日なんですけど、朝1時間ぐらいピスト乗って、朝のチャリ活やった後にご飯は、今日はリンゴとオートミール、朝ご飯。昼ご飯はナスと鶏肉、ささみ、味噌で炒めたものを食べました。で、夜が味噌汁、お味噌汁、野菜だけたっぷり入れた味噌汁と納豆ですね、食べました。ということで、野菜中心に結構食べてて、まあ、タンパク質はヨーグルト、オイコス、朝ですね、食べたのと、で、朝にピルクル、ちっちゃいやつ。で、お昼に R1、飲むやつ。で、夜は、ヤクルト、1000、一番高いやつですね。で、いつも朝、昼、晩と、3種類の乳製品、取るようにしてます。はい、ってことで4日目ですね。体重なんですけど、お風呂上がりにご飯も食べて、お風呂上がりに測ったところ63キロ、3日目と体重変わりなしですね。まあ、気持ち張り的にはちょっと2の方に寄ってたんで、少し痩せたのかなと思うんですけど、はい、引き続きまだ多分体の水分量とかいろいろ多分あると思うので、それ抜いたりしたらきっと多分脂肪はそんな減ってないと思うので、引き続きお腹引き締めていきたいと思います。100日目に痩せるソアラ頑張ります。はい、100日後に痩せるソアラ5日目ですね。5日目なんですけど、はい、お腹こんな感じですね。全然まだ出たまんまです。全然へっこみません。ちなみに体重がなんですが、今日はちょっとデトックスデーみたいな感じでファスティングプチ断食みたいなやってるんですけど、まあ、酵素ドリンクだけ飲んでみたいな、ドリンク系だけにしてるんですが、自転車3時間ぐらい走って、そんでお風呂1時間ぐらい入ってですね、それで今体重61ぐらいですね。61キロぐらい、まあ、結構減ってきましたね。でも多分水分が抜けてると思うので、まあ、少しずつ調整しながら細く脂肪を燃焼していきたいと思います。はい、ダイエット6日目ですね。6日目の今日の体重は61キロ、前日とプラスマイナスゼロですね。はい、誤差ほとんどない感じですね。で、今現在、軽くファスティングですね、プチ断食みたいなのやってるんですけど、食事、普段僕が積極的に食べているものをちょっと紹介したいなと思います。ちょうど昨日は固形物食べてなくて、酵素ドリンクと、まあ、飲むヨーグルト系の、まあ、R1 ドリンクとちっちゃいピルクルとヤクルト1000ですね、いつも飲んでるやつなんですけど、それを飲んで、あと飲むプロテインみたいな、タンパク質補充する飲むプロテインみたいなのと、ガバジュース、あと特茶に青汁入れたの、まあ、1本とか、まあ、簡単なそんな感じでしたね。ドリンク系だけで過ごして、で、胃が急に固形物入れるとびっくりすると思うので、少しずつこう慣らすために、僕いつもオートミール食べてるので、まあ、その配合みたいなの紹介したいと思います。それでは僕が積極的に食べているもの、特に朝ごはんでよく食べているものを紹介したいと思います。まずはですね、チアシード&ココナッツ、これで、あとそれに入れるのがオートミールですね。で、それをアーモンドミルクでやります。で、さらにその上にシナモン、オーガニックシナモン、あとお好みでごまをちょっと入れたりしますね。それでは作っていきましょう。まずはあれですね、こちら、これなんですけど、チアシードのグラノーラ、グラノーラですね。ココナッツとチアシードでグラノーラですね。これを少し入れます。こんなもんでいいでしょう。次にオートミールですね。オートミール、これも入れすぎると結構大変なので、まあ、こんなもんかな。で、ごまなんですけど、少しだけ入れます。
もんでいいでしょう。気持ち振りかける感じですね。でこちらの僕が愛用してる有機シナモン、ちょっとココナッツシュガーも入ってる。すごい甘いわけでもないんですけど、香りもいい香りがして、僕結構炒め物するときもサラサラっとちょっと入れますね。シナモンは血管を太くするというか毛細血管にいいらしいので結構おすすめですね。で僕はこうシリアル系はいつもアーモンドミルクの砂糖不使用、このタイプ使ってます。これ美味しいですね。アーモンドミルクってすごい美味しいんですよ。個人的にはおすすめですね。僕牛乳はあんま飲まないので、でこのアーモンドミルクを注ぐと気持ちたっぷりめに僕いつも入れちゃいますね。アーモンドミルクは本当美味しいです。おすすめですね。はい、ということでこんな感じですね。僕がだいたい朝ごはんこれですね。食器、スプーンはお気に入りのキングダムハーツのスプーンで食べたいと思います。だいたいこれが毎朝食べてるものです。